アドミラルティ・アイランズはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急行空母艦の45番艦。艦名は太平洋戦争における戦場となったアドミラルティ諸島にちなんで命名された。艦は当初チャッピン米の艦名で1944年2月26日にワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1 9 4四年四月十六日にアドミラルティ、 アイランズに改名され、1944年5月10日に、ホーマー・エヌ・ワーリーン・ン夫人によって浸水し、1944年6月13日に、オレゴン州アストリアでジェイ、JD ・バーナー艦長の指揮下収益するが、艦長は、その後、MEA グーイン艦長と交代した。アドミラルティ・アイランズは7月2日に成長訓練のダメピュージェットワンへ向けて出航し、その後艦の燃料と、 航空燃料を補給するためサンフランシスコに向かう。サンディエゴに7月14日到着し、訓練を行った後、太平洋艦隊の空母輸送部隊に加わり、前線の空母部隊支援のため航空機、資材、兵員輸送に従事する。真珠湾での短期間の停泊後、アドミラルティアイランズはマーシャル諸島に向けて進行する。8月9日にマジュロで積み荷を下ろし、真珠湾へ。 直ちに帰還する。その後航空機と兵員をサンフランシスコに輸送し24日に到着した。9月の1ヶ月間も西海岸からニューギニアのフィンシュハーフェンへの往復輸送に従事し、10月7日にサンディエゴに帰還すると8日から29日まで別の任務に従事する。10月29日にアドミラルティアイランズはニューギニアへの陸軍機及び兵員を搭載するため、 アラメダの海軍航空基地へ向かう。11月21日にフィンシュハーフェンへ到着、積み荷を下ろすとマヌス島へ向かった。11月23日にゼイヤドラー湾で停泊した後、12月6日と7日に新珠湾で停泊し、1週間後にサンディエゴで航空機と兵員を搭載した。12月24日に新珠湾に戻り、クリスマスの後にグアムに向かう。 アドミラルティアイランズは1945年1月6日にグアムに到着した。2日間にわたって搭載航空機を揚陸し、10日に真珠湾に向かう。ハワイには20日に到着し、同地で手記の修理を行う。修理は1月31日に完了し、戦闘で失われた航空機を補充するため61機の航空機を搭載した。2月2日に、 新寿湾を出港し、伊洋島攻略作戦に参加する空母部隊の広報支援を行う。エニウェートク艦渉と、ウルシー艦渉に停泊した後、2月16日に、第50.8任務軍の一部として出港し、第58任務部隊の広報支援任務に従事する。2月いっぱいを空母部隊が失った航空機及びパイロットの補給任務に従事し、3月2日に補給と、 外装修理のためグアムに帰還する。3月13日に再び第50.8任務軍に合流し、沖縄攻略戦の支援任務に就く。この支援任務は補給のためグアムに帰還時に、中断されただけでその後も継続された。着艦事故で後部が引っかかった、回路回から後7万1332期しかし、4月18日に、アドミラルティアイランズは収益後最初の死者を出す。 12時17分に戦闘機を発進させた後、13時52分には、回6回、ヘルキャット1機、TBM アベンジャー2機及び、SB2C ヘルダイバー2機を、空母 SX へ補充のため発進させた。アドミラルティアイランズは、代わりとして、SX の10機の破損した戦闘機とパイロットを収容することとなり、14時6分に、収容を開始した。ロイ・エドワード・ジョーンズ商尉が乗る。 回路回から571332機が最初に着艦することとなった。しかし、信号担当商工が出す手端信号を読み違え、回路回から571332機は全速力で飛行艦板すれすれを通過。5本目の着艦ワイヤーに引っかかった次の瞬間、回路回から571332機は2つに、 折れて全部は、ジョーンズ少尉と共に海に放り出され、後部は砲がに引っかかった。信号担当将校は安全地帯に退避したが、その際に足を骨折した。ジョーンズ少尉は、行方不明となり、ホノルルにある戦死者及び行方不明者のメモリアルにその、名前が追加された。事故を起こした、海6回から571332機は、ジョーンズ少尉の前は、 チャールズ・ E ・ヒューベンタール少尉の上記として4月7日の戦艦ヤマト以下第2艦隊による水上特攻を迎え撃った際、ヤマトを最初に発見した航空機でもあった。アドミラルティアイランズは4月24日にボイラー修理のためウアムアプラ港に帰還する。そのうちの2機は到着するまでに使用不能となっていた。修理が完了すると5月14日に出港し、 第50.8任務軍に再合流すると、沖縄沖で作戦活動に入る。部隊に多数の航空機を運搬し、サイパン島、グアム経由で6月15日に沖縄に到着する。沖縄に2週間泊まり、その後第30.8任務軍に加わり、日本本土への砲撃任務を支援する。アドミラルティアイランズは7月20日に、再び事故で死者を出す。 航空機が着艦に失敗し、その後の火災で1名が死亡した。7月21日に第三艦隊を離れ、グアムに向かう。グアムでは積み荷を下ろし、帰国のための燃料を補給した。8月11日にサンディエゴに到着し、その後サンペドロに向かい修理及び転属命令を受ける。日本の降伏により転属命令は取り消され。 修理が完全に完了すると9月1日に、機関兵の輸送任務、マジックカーペット作戦に参加する。9月25日に、太平洋艦隊空母輸送部隊に配属される。アドミラルティアイランズは1946年4月24日に、退役するまで、魔法の絨毯任務を継続した。その後、アドミラルティアイランズは1946年5月8日に、除籍され、 オレゴン州ポートランドのジデルマシーナリーサプライ社にスクラップとして売却された。同社は数年前にアドミラルティアイランズが建造されたカイザー造船所から1マイルも離れていなかった。アドミラルティアイランズは第二次世界大戦の先行で3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。